おいおいおい、皆さんご一緒、サボタイムです。今日、新井ちゃんといろいろ話してたらですね、サカイとかけるナイキのですねスニーカーの話になったので、ちょっとその辺をですね、皆さんと考えていこうと思ってます。先日、動画にもアップした通り、はい、うん、ちょっとタイさんも気になるなって言った坂井ナイキのかっこよかったよね、はい、LD ワッフルです、ね、LD ワッフルかっこいいだよね。僕もすごいいいなと思ってて、うん、ちょっと現実的に購入するとしたらどういう風に購入するのがいいのかなと思って、ちょっとウェブで見たりしてたんですけど、やっぱりなかなか買えないんでしょうね。まあ買えないですね。あ、そう、はい、結構僕自身は未だにこうスニーカーなんかは定期的に買うんですけど、うん、ナイキのスニーカーの売れ方を見る限り LD ワッフルは 150% 買えないと思いますね僕もタイツさんもどうあがいてます。それはやっぱりあいつらですか、センバイヤーですか。そうです、あの存在ですか。そうです、独自のなんかあれがあったりするんだよね。ボットっていうんですけど、あの発売と同時にパッとこう、そうです、購入までを機械にやらせるっていうのがね、はい、だから一般の人がよくパッてやっても勝てないんですか、はい、そうです、すげえ。9時に発売のものを9時1秒に購入をしても買えないです。悪いやつがいるんだ悪いやつがいるね。先輩やつ。そうですね、悪いだから欲しいのに買えない人たちがすごくいるって、まあどうなんだろうな、ブランドとしてっていうのはそう思います。ナイキ その販売店舗の絞り込みとか、うん、生産数量の少なさだったりとか、うん、こんだけ需要と供給のバランスが崩れてるってことはもっと作ってもいいんじゃないかなというのはちょっと個人的には思うんですけど、どうなんですかね。いや、ナイキって毎回そういうところが上手というか、まあ、意図してやってるんだろうね。うん、もう毎回何かやっぱり話題になるもんね。ああ、そうですね。だからナイキを買った時に出る、はいはい、ネットで買った時に出る、はい、ありがとうございますじゃなくて、はい、おめでとうございますって出るってことですよね。そうですね、はい、そのメッセージ性っていうか、もう当選おめでとうございます、変えておめでとうございますみたいな表現に聞こえるってことですね。そうですね、これは明らかに意図してるんじゃないか。なんかそこって面白いってことですよね。転売屋は悪ってことはないんですか。ダイさんの基本的な考え方にもあると思うんですけど、人をこうなんていうか貶めて自分たちが利益を得るみたいな。あ、嫌い。そうですよね、本来買える値段で人が買えなくして、その差額を自分の利益にするという考え方はすごいなんか微妙だなって思う。めっちゃ微妙だよ。そうですよね、めっちゃ微妙だよ。まあしょうがないとは思うけど、賛同はできないですね。全然賛同してない。そうですよね。そうね、嫌いなの。倫理観ないの嫌いなの。倫理観ないですよね。ああ、やってるからちょっと下水なって思っちゃうね、僕はね。おい、転売屋、あーすいません、手を出します。みたいな感じです。じゃあ、これで少しでも転売屋が減れば。減らないです。ありがとうございました。チャンネル登録の方、お願いいたします。コメント欄の方にですね、ぜひコメントを入れていただければモチベーションになりますので、皆さんのお声をお待ちしております。ぜひ答えていきたいと思っています。それではまた。